どうも、研修エンターテイナーの藤本です。今回はコーチング3つのツボというテーマでお話をしたいと思います。以前もですね、このコーチングにつきましては3つの基本とか5つのテクニックというね、動画を上げてますけども、今回はこのコーチングを行っていく上で本来ベースとなるものをね、改めて考えていこうというお話です。もし興味のある方はこのような3つの基本とか5つのテクニックという動画もありますので、ぜひ改めてご覧いただければと思います。そこでこの動画では、そもそもコーチングとは何か、これを改めて確認します。その上でこのコーチングの3つのツボについて確認できればと思っております。コーチングのレベルをさらに上げたいという方はぜひ最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは仕事に役立つ情報やビジネススキルを分かりやすく配信していますので、見逃さないよう今のうちにチャンネル登録しておいてください。では行ってみましょう。まずは改めてそもそもコーチングって何かをね、確認しておきたいと思います。コーチングとついになってますのはティーチングですよね。ティーチ ING 教える、それに対してコーチングってことですから、コーチ ING、コーチと言いますのはゴールに導くという意味がありますから、ゴールに導く働きかけということで、具体的にやることはメンバーに対して問いかけをして、そしてメンバーが考えて話す、それを我々は受け止める。基本的な、ね、仕組みはこうなっています。メンバーが自らゴールに行けるように導く働きかけ、これがコーチングということでした。でもゴールに導くためには、この問いかけってどういう手順があるか、これもありましたよね。その手順の基本で言いますと、グロウモデルと言いました。グロウということですから、 G と R はゴールとリアリティ、つまり何を目指しているのかというゴール、そして現状どうなっているかというリアリティ、この2つを、ね、確認することでした。問いかけを通じてこの2つを、ね、確認できれば、目指すところと現在位置のギャップが分かりますよね。どれだけ足りていないのか、これが分かったのであれば、このギャップをどうやって埋めるかということで、オプションズ、できることを洗い出しをしていきます。それを埋めるために何ができるかな、他にないかな、ね、どんどん投げかけて、そして最終的にはそのアイデアから何に取り組むかということを決めるということで、 Will、 何をやるかを決定するということでした。基本的なコーチングの概要はね、こうなってますけども、確かにやることはさほど難しくはないはずなんですよね。だけど残念ながらコーチングがうまくできないって方がいるのも事実です。そこで今回はこのコーチングをうまく機能させるための3つのツボをこの後確認したいと思います。ここまでよろしいでしょうか。早速一個一個ツボを確認していきましょう。まず1個目のツボ、それは受け止めるということです。言い方を変えますと、受容なんて言いますよね。メンバーに問いかけをして考えて話してくれました。これを我々がいかに受け止めるか、これが最大のツボになります。なぜならばメンバーもね、いろいろ考えながら、これでいいのかなとか、こんな感じかなと、せっかくね、絞り出したものも我々がちゃんと受け止めないと、相手がすればせっかく考えたのにちゃんと聞いてくれないな、じゃあ言っても無駄かなとなりますから、喋れなく、または考えなくなってしまいます。だからこそ相手のね、言ってることをしっかりと受け止める、受容する、これがね、大きなツボになります。言葉で聞くとね、非常に簡単なことですけども、そんなことやってるよと思うかもしれません。でも意外とできないのがこの受容受け止めるなんです。どういうことかと言いますと、こちらはこちらで投げかけをして、多分この A という答えが返ってくるんじゃないかな、なんて、ね、予測していることがあると思います。でもちろんこの A が返ってきた、また A に近しいものが返ってきたんだれば、あ、そうだよね、確かにそうだねって受け止めができるんです。でも残念ながら自分の予想外の答えが返ってくることも多いです。 A と思っていたけど B が返ってきたとか、 C が返ってきた、この B とか C をちゃんと受け止めてますかなんです。確かにね、言葉ではあ、 B ねとか C ねって口では言ってるかもしれませんけども、あ、私は A と思ったけども、あなたは B と思ったんだね、確かにそういう意見もあるよねって受け止められるか、これ非常に大事なポイントになります。私もですね、研修の中で10箇所同士でね、この言葉のキャッチボール、受け止める練習をしたりします。例えばテーマを与えて、片方が意見を言う、で相手はそれを受け止める、また意見を言う、受け止める、こんなね、キャッチボールの練習をしたりしますけども、先日ですね、たまたまこんなテーマでね、キャッチボールをしてくださいと振りました。明るい職場を作るにはというテーマです。多分このテーマであればね、パッと思い浮かぶのは、朝からしっかり挨拶をしようとか、みんなでね、笑顔でね、スタートしようとかって言いそうじゃないですか。多分それ返ってきそうですよね。ところがある方がですね、こう言ったんです。
明るい職場を作るにはって言ったら、照明を明るくしようって言ったんです。どうですか？これ素直に受け止められますかね？実際研修の場面では相手の方は、その明るいじゃないよって顔してましたよね。そういう顔しながら、おお、なるほどね、そういう意見もあるよねなんて言ってました。もうこの空気と顔でね、明らかに受け止めてないなってことは分かるんじゃないでしょうか。確かにね、全然違う、言葉が悪いかもしれませんけども、トンチンカなものだとしても、でも相手はそう思ったのであれば、何が正解かではない。相手がそう思ったということをしっかり尊重して、あ、なるほど、その明るいもあるよねって受け止められるか、これが大きなポイントになるわけです。改めてまずコーチングの1個目のツボ、メンバーも一生懸命考えて発言したものですから、どんな意見であれ、なるほど、そういう意見もあるよねってちゃんと受け止める、これが1個目のツボになります。よろしいですよね。そして2つ目のツボ、それはオートクラインを起こすということです。が難しい言葉ですね。簡単に言いますと、こういうことになります。我々が問いかけをするとメンバーは考えて話します。で、実はそれをもう少し紐解きますと、メンバーの中ではこんなことが起きてますよね。問いかけを通じて、それどうしたらいいかなと考えて、じゃあこうなんですかねと話す。そして話したのは我々はもちろん受け止めるわけですけれども、そのメンバーが話した言葉というのはメンバー自身も聞いています。そうするとですね、人間は自分の言葉を聞いて、あ、今自分はこんなこと言ってるんだな、ってことはこうなんだなって再認識したり、またはじゃあこれもありだなと気づいたり、こんな効果があったりします。このぐるぐるっと回る、考えて話して、その言葉を自分が聞いて整理されたり、また新しく気づいたり、この一連の流れのことをオートクラインと言います。もともとはですね、細胞学の言葉らしいですね。細胞が分泌した液体がまたこの細胞に影響を与えることと、つまり元にね、また影響を与えることをオートクラインというそうです。ってことは、メンバーが自分で話すこと自体に意味があるということなんです。何が言いたいかと言いますと、どうもコーチングというとね、なんとか相手をゴールに導かなきゃとか、なんとか正解を出させなきゃと思うかもしれません。確かにそれができたら最高かもしれませんね。ただそこに焦ることなく、一番大事なのはメンバーに自分で考え話させ、そして話したことを自分が聞いて、その人が自ら気づいたり整理されたり、このことの方がよっぽど重要なんだということです。ですから基本的にはコーチングにおきましては、しっかり相手にオートクラインを起こさせる、メンバーが話すこと自体に意味があるんだということをね、しっかりと肝に銘じておくことが必要です。だからこそコーチングの時のね、話す割合はというと、この我々の方は2ぐらい、メンバー側が8ぐらい、このイメージでね、メンバーに多く話してもらう、このことをね、ぜひ意識してみてください。これが2つ目のツボでした。それで最後3つ目、この1つ目2つ目はね、もちろんテクニックとか心構えに近いかもしれませんけども、3つ目はもっとね、抽象的なものです。それは何かというと、こんなもの、信用信頼を得るということです。これコーチングですかと思うかもしれませんけども、実はこれが一番ベースのベースになります。このコーチングもですね、さまざまな研修とかセミナーでコーチングを学びましたとか勉強しましたって方がいらっしゃいます。ところがこのコーチングのテクニックを学んで現場で使うと、あることが起きたりします。それは何かというと、メンバーから何か人が変わったみたいとか、気持ち悪いとか、猫なで声を出さないでなんてね、言われる方もいらっしゃるみたいですね。じゃあなぜかというと、テクニックをどんだけ磨いてもこのコーチングは機能しないんだということ。そうですよね。なぜならば、これはコミュニケーション上の話になりますけども、コミュニケーションは何を言うかではなく、誰が言うかということですよね。つまり内容も大事だけども、そもそも誰が言うかによって大きく変わるよということ。例えばアドバイスを受けるときもそうですよね。素晴らしいアドバイスの内容も、信用信頼できる方から言われればありがとうございますと受け止めるし、残念ながら嫌いだなとか苦手だなって方に言われれば、そもそも内容聞きもしませんもんね、うるさいなんてね。というように、実はコミュニケーションは内容とか働きかけ以前に、そもそも人間関係、つまり相手が少なくとも、信用しないって言ったら最高かもしれませんけども、やはりプラスの感情を抱いている、これは大事なことだと思います。明るいなとか、しっかりしているなとか、素晴らしい一面があるなとか、何らかのプラスの感情を抱いてくれたのであれば、コミュニケーションは成立するというわけです。となりますと、コーチングの場合、特にメンバーがね、困っていることを解消したくて、いろいろ話をするわけです。で、話をするためにも、やっぱり相手が、いい加減でだらしなかったり、
または嫌いだなという人間に対してはなかなか話してくれないものです。このコーチングにおいて相手に働きかけをしてもなかなか答えてくれないんですって方もいらっしゃいます。それは自分の問いかけの仕方ではなくて、そもそも人間関係、もっと言うと信用信頼を得られていないのかもしれません。ということで、まずこのコーチングをねしっかり行う上ではベースの人間関係、信用信頼を得る、これをしっかりとね作っていく必要があるということです。ただもちろんこの信用信頼はね一朝一夕に磨けるものではありません。やはり日々からの言動の中で時間を守る、約束を守る、言っていることとやっていることが一致している、気分とか機嫌で対応が変わらないとか、こういう人間として当たり前のことがずっとできている、そのことを通じて、ああこの人は信用たる人間だ、信頼できる人だ、これがあって初めてコーチングが機能するんだ、このことを忘れないことです。よろしいですよね。改めて信用信頼でした。今回はですね、このコーチングの基本から派生しまして、改めてもっともっと基本的な3つのツボを、ね、確認させていただきました。1つ目は受け止める、受容する。2つ目はオートクラインを起こす、起こさせる。そして3つ目はそもそもメンバーに信用信頼を得るということでございました。コーチングの、ね、テクニックを使う前にこの3つのツボをしっかり押さえることが、結果としてコーチングをうまく機能させることができます。皆様は一つ一つ確認したときにできているでしょうか。ぜひ活用してレベルアップいただければと思います。さて今回の動画いかがでしたでしょうか。よかった、参考になったという方は高評価コメントよろしくお願いいたします。また動画作成の励みにもなりますので、見たよだけでも結構ですのでコメントいただければ嬉しいです。また動画のリクエストもお待ちしております。今後もですねお役に立てる動画を作っていきたいと思っていますので、応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。